真実を解き明かすトリックロジック実況プレイパート12。皆さんどうもこんばんは、キサラズです。今回は推理解決編にできたらいいなと思っていますので、早速やっていきましょう。裏作業の中で謎やひらめきを集めながら自分なりの仮説を立ててみました。どういうことかというと、これ鴨居の上の両側に作り付けの丈夫な棚があるっていうことで、図解で見るとこんな感じなんですけど、左上にダイニングキッチンがあって、その先に洋室があって、で、その洋室とダイニングキッチンが一段低くなった鴨居でつながってるよみたいな感じだったと思うんですが、その鴨居のところに被害者が倒れていたと。で、その鴨居、あの扉の引き戸とかの溝がついてる床の部分なんですけど、その左右、上部の左右に棚が作り付けで丈夫なのがついてますよというところなんですが、その左右の棚に頭と足が乗っかるように被害者を寝転がせていたとしたらっていう仮定なんですけど、そして四股硬直で硬いと、あの棒みたいになってると思うから、その状態を維持できるはずなんですが、これ2日ほど経つと完全に硬直が抜けるんじゃということで、その硬い状態から柔らかい状態にぐんやり戻ってしまった場合、棒みたいになってなくって腰の部分が重力に負けて曲がって頭と足が棚から落ちて床にドーンってなるんじゃないかなっていう仮説なんですけど、そうするとこの洋室コルク式になっているっていうことで音を吸収するかなって思ってたんですけど、さすがに高い位置から人間が、男性一人が落ちてきたらその音は聞こえるんじゃない、隣室にもっていうので、とするとその硬直が抜け始めて床に落ちるのが、ちょうどその隣室の女子高生が聞いた11日の午前2時頃だったんじゃないかなっていう仮説。それでちょっと推理を進めていきたいなと思います。では早速、これ関係ない、これいろいろやってた時の名残です、すいません。じゃ早速ね、タットバの方に記入していきましょう。問1、隣人が11日の午前2時頃に聞いた大きな物音について説明するひらめきを2つ答えよう。鴨居の棚から物が落ちてきた。さらにそれは四股硬直が抜けた死体が物音を立てた。これでいきたいと思います。で、待って、問2、犯人の行動について説明するひらめきを1つ答えよう。これなんですけど、死後硬直が抜けるのが11日っていうことは、2日前ぐらいに殺害されてるってことだから、9日が犯行の本当のあった日なんじゃないかなって思うんですけど、9日の7時ぐらいにバイトを上がっているのを第三者が見ているので、それよりは後のはずなんですよね。で、かつ10日の朝にマンションに涼子さんがいて、それを司ちゃんが迎えに行っているわけだから、で、そこで鍵をかけて家を出たはずなんですよね。その後に10日の夜かなに田所さんが現場の周りをうろうろして部屋を見張ってたわけですよね。で、明かりはついてなかったし、誰も来なかったし、物音も聞こえなかったみたいに言ってたんですけど、びっくりした、また一瞬暗くなった、びっくりした、なんで、とりあえず物音が聞こえなかったのは
室内から離れた位置から見張っていたからだと仮定すると、その時に誰も中に来てないわけですよ。明かりもついてないし、被害者も別にその日に訪ねてきたわけじゃなかったわけだから。で、かつ花井さん、和美さんがやってきたのは12日のちょうど司さんたちが帰ってくる直前だったわけだから、余計に後なわけですよね。ってなると犯行が可能だったのはあの人しかいないわけで、で、じゃあその犯人が何をしたかっていうと、本当は開いてなかった鍵をかかっていたって嘘をついていた、これなんですよね。涼子が帰宅して鍵を開けようとした時、ノブを回すよりも先に鍵を差し込んでいる。この時に鍵を開けた可能性がある。何も差し込まずにノブをガチャガチャって回して、あれ開いてるんだけどってなったんだったら本当に開いていたことが確定するんですけど、鍵を差し込んでからガチャガチャってやったんだったとしたら、どさくさに紛れてその時開けてる可能性があるよねっていう話なんですよね。ちょっとこれを入れて、問い3、犯人は誰か、恋人じゃないといいけど、私の足りない頭だとこの推理しか出ないんですよね。ということで、タットバ完成、いきましょう。合ってるかな。検証開始。検証開始。合ってるといいな。明かりの消えた部屋で解決編。検証を始めるにあたって、今回の事件の概要を確認しておこう。今回の被害者は佐久間克美。第一発見者の一人である高橋涼子の恋人だ。死体が発見されたのは高橋涼子の部屋。13日の午後4時ごろ、司くんと小島達夫と高橋涼子が韓国旅行から帰ってきて発見した。死亡推定時刻は9日午後4時から11日午後4時の間。今のところ現場で殺害されたのか、別のところで殺害されて運ばれてきたのかは分かっていない。特筆するべき重要な点としては、現場の隣に住む住人が聞いた物音についての証言がある。11日午前2時ごろに何か重いものが壁にぶつかるような大きな物音を聞いたという。この時に殺害されたとも考えられたが、部屋を見張っていた田所陽太郎の証言によると、部屋の明かりはずっと消えたままだったらしい。では、大きな物音は何の音だったのか。明かりの消えた部屋で何が起こっていたのか。これがこの事件における重要なポイントと言えるだろう。11日未明の大きな物音が殺害時のものっていうのは確かにしっくりくるんですけど、田所さんの証言を聞くとそれもちょっと考えにくいんですよね。だったらあの物音は何だったというのかね。そんなことを言ってまた捜査を攪乱しようとしてるんじゃないのかね。言いがかりです。そういう固い頭をしてるからまた吉川さんに頼ることになるんですよ。いや、しかしそれももっともだ。吉川君、真相は分かりそうなのかね。ええ、手がかりはすべて揃っています。それでは一つ一つの謎を解き明かしていきましょう。まず11日未明の大きな物音は何の音だったのか。
検証11日未明の物音について。現場の隣に住む女子高生は11日の未明午前2時頃に現場で大きな物音がしたと証言した。この物音が何だったのかを考える前に、その時の状況についてもう一度検証しておきたい、確認しておきたい。現場の状況については田所陽太郎の証言があった。赤車のこの部分だ。田所陽太郎は午後8時頃から深夜の3時頃まで高橋涼子の部屋を見張っていた。ストーカーですよ、ストーカー。そして田所によればその間佐久間は来なかったという。木更津の推理ではすでにその時中にいたわけですよね。部屋の主である高橋涼子は韓国に旅行に行っていて終日留守。無人と考えられる部屋の明かりは消えたままだった。明かりの消えた部屋の中でなぜ大きな物音がしたのか。誰かが暴れたか倒れたか。でも部屋が真っ暗なんですよね。そうだ、真っ暗な部屋の中に被害者か犯人、あるいはその両方がいた可能性は考えられなくもないが、田所によれば午後8時頃から午前3時まで部屋に入っていく人間はいなかったという。ということは物音を立てた人物は午後8時以前からずっと暗い部屋の中にいたということになる。そんな長時間人間がいたのに田所が気づかないというのはちょっと不自然だ。明かりが消えていても気配くらいはしただろう。田所が犯人で嘘をついている可能性はあるんじゃないのかね。だとすれば司くんが話していた通り田所の嘘は妙です。田所が犯人だとすれば隠したいのは自分が高橋涼子の部屋に入ったという事実だけ。誰も部屋の中にいなかったというような証言をする必要はないはずです。佐久間克美が部屋の中で死んでいた事実を矛盾してしまう、事実と矛盾してしまう。もう読み間違いが多いな。誰かが部屋の中にいたと証言すれば当然田所が部屋を訪ねたと思われるからじゃないのかね。そうです。どうせ嘘をつくなら佐久間克美が殺害される前に立ち去ったと言えばよかった。なぜそうしなかったのか、その理由が見つからない限り田所の証言に嘘はないと考えていいでしょう。わざわざ嘘をついてまで不利な証言をする必要がないってことですね。午後8時頃から午前3時まで部屋の明かりは消えていて人の気配もなかったはずです。田所の証言を真実だと考えるならば、そうなるとその時に殺害されたとはやはり考えにくいということか。被害者が一人で頭を打って倒れたというのもなさそうだね。じゃあどうして大きな物音がしたんでしょうか。誰もいない部屋の中で何かが大きな物音を立てる状況として考えられるのが、物が倒れたり落ちたりした場合だ。万有引力。今の段階ではどちらも考えられるが、ひとまずこのひらめきを思い出してもらいたい。鴨居の棚から物が落ちてきた。隣人が聞いた11日未明の物音が物が落下した時の音だったとすれば、どこから落ちてきたと考えられるだろうか。現場のダイニングキッチンと奥の洋室は鴨居を介してつながっており、鴨居の両側には作り付けの棚があった。この棚から物が落ちてきた可能性が考えられる。涼子の部屋はダイニングキッチンの奥に洋室があり、その境には鴨居があった。鴨居というのは天井より低くなっている戸の枠組みの部分だ。
洋室側の鴨居の上の両側には作りつけの丈夫な棚があった。この高い位置にある棚の上から何か重いものが落ちてきたとすれば、壁に物がぶつかられたような大きな物音が響いたことだろう。鴨居の上の棚から物が落ちた。確かに大きな物音の原因としては十分考えられそうだが、棚の上には落ちてくるようなものが置いてあったのかね。アカシャにはこの棚の上に特に何か大きなものが置いてあったという記述はありません。死体発見時には大きな音を立てるようなものは置かれていなかったと考えられます。まあその時はすでに落ちた後ということになるからね。しかしそれだと何が置いてあったかわからないじゃないか。私死体を発見する前に一度涼子の部屋に入りましたよ。旅行に出発するとき部屋まで迎えに行きましたから。そうなんだよね。一回インターホンをして入ってって言われて中に入った。だけどその時涼子さんはそこで待っててって言って玄関先で止めたんだよね、司ちゃんのことを。で1分ぐらいですぐに準備を終えて出てきた。中に入らせておきながら玄関先から一歩も中には踏み入らせなかった。それは中に見られたくないものがあったからじゃないんでしょうか。じゃあ何が置いてあったか覚えていないかね。鴨居の棚の上ですよね。司くんが覚えているはずがない。司くんがいた玄関からだと洋室の鴨居の棚の上は死角になっているからな。あ、そっか。部屋の中に入ってないから見えませんね。それじゃあ何が置いてあったか誰にもわからないのかね。涼子ならわかると思いますけど、赤社には何も書かれてないですよね。そもそも単純に物が落ちてきただけなら事件とは関係ないんじゃないのかね。いいえ、鴨居の棚の上から物が落ちてきたという事実はこの事件の全てを表しています。とてもそうは思えないんだが。さっきから考えてたんですけど、肝心の落ちてきたものはどこに行ったんでしょうか。死体を発見した時落ちてきたようなものなんてどこにもなかったと思いますけど。鴨居の棚の上から何が落ちてきたのか、そしてそれがどこに行ったのか、それは物音と事件の関係について考えることで見えてくる。大きな物音は事件とどう関係しているのか。検証、11日未明の物音と事件の関連性。11日の午前2時ごろ、鴨居の棚の上から落ちたものは一体どうなったのか。犯人が持ち去ったんでしょうか。あるいは落ちた後に消えてしまうようなものだったとか。氷か。消えた。あくまでも可能性の話だよ。どうかね、吉川くん。鴨居の棚から落ちたものは持ち去られていないし消えてもいません。落ちた時のまま現場に残されていました。え、どういう意味かね。鴨居の棚の下に何があったか覚えていませんか。何かあったかね、司くん。何って、だから死体を発見した時には何も。それだ。それ、君たちが発見した被害者の死体こそが明かりの消えた部屋で大きな物音を立てた原因だ。11日の午前2時ごろ、鴨居の棚の上から死体が落ちてきたんだ。死体が落ちてきただって、何をバカな。11
11日未明、現場には誰もいなかった可能性が高いことはすでにご説明した通りです。大きな物音は物が倒れたり落ちてきたりした時のものだと考えられた。そして現場の部屋の中の状況を見る限り、倒れたり落ちたりしたようなものは一つ、洋室に倒れていた死体だけです。しかしだからといってどうして落ちてきたと断言できるのかね。発見された時の死体の状況を思い出してください。死体の状態だったね。死体はダイニングと洋室の境目のあたりに倒れていました。死体の上にはカモイの棚があります。ここから落ちてきたと考えるのが自然でしょう。でもそもそもなんで死体がカモイの上から落ちてくるんですか。カモイの棚からだってね。本当に読み間違い見間違いが多くてすいません。当然犯人が乗せたからだ。なんでそんなところに収納するのかね。隠すにしたって丸見えじゃないか。だいたい落ちてきたって犯人が落としたってことかね。いいえ、明かりが消えた現場に犯人がいたはずがありません。死体は一人でに棚から落ちたんです。これだけ見ると本当怖いね。ホラーだね。今収録してるのが深夜なものでちょっとゾクゾクっとしました。赤文字だしな。地震でもあったんですか。あるいは犯人がよっぽど落ちやすい置き方でもしたのか。犯人は確かに落ちてくるような置き方をしました。そもそも落ちてくるようにカモイの棚の上を選んだんですから。落ちてくるように。このひらめきを思い出してください。死後硬直が抜けた死体が物音を立てた。死体の死後硬直が抜けた時間と11日の未明に隣人が大きな物音を聞いた時間が同じだったとすれば、物音を立てたのは何だったと考えられるだろうか。死体はぐんやりとした倒れ方をしていた。死後硬直が抜けた死体が大きな物音を立てて転がった可能性がある。これは死後硬直についてこの説明から導き出されたものです。老捜査官が言ってたやつですね。死体は死後12時間から15時間で一番硬くなり、だんだん柔らかくなって2日ほどで完全に硬直が抜ける。犯人はこの死後硬直を利用した。硬直した死体ならカモイの両側の棚に死体の頭と足を引っ掛けて乗せることができます。死体の頭と足を引っ掛けて棚に乗せた。でも被害者がいくら小柄だとはいえ、人一人を棚の上に持ち上げることなんてできるのか。洋室にはスチール製のテーブルが、ダイニングキッチンにはテーブルと4脚の椅子があります。それらを使えば硬直した死体を少しずつ高い位置に移動させることができるでしょう。死体の頭部が棚より高い位置まで来れば、頭部を棚に引っ掛けることができる。頭部を支点にして足側を持ち上げるのは難しいことではないでしょう。そして死体がこのまま放置されたらどうなっていくかといえば、硬くなった死体はだんだん柔らかくなっていき、折れ曲がった死体は棚からずり落ちていく。最後には重たい物音を立ててドスンと床の上に落ちるというわけです。犯人は犯行時刻をごまかすために死後硬直を利用した時限装置を作り上げた。犯行時刻をごまかそうとしたのだから、当然死体が落ちた時に犯人が現場にいるはずがない。誰もいない明かりの消えた部屋で大きな物音がしたのはこういう仕組みだったんだ。
なんと、時間が来たら死体が落ちて犯行現場が出来上がるというわけかね。犯行現場の出来上がりというわけかね。その状態を私たちが発見したっていうわけですか？待てよ。11日の午前2時の段階で死体の硬直が抜けたということは、逆算すれば死亡推定時刻がはっきりするんじゃないのかね。そうです。死体が柔らかくなっていくのは一番硬くなった12時間から15時間以降。2日経つと完全に柔らかくなることから2日以上は経っていない。つまり目撃証言と合わせて考えた場合、死亡推定時刻は9日の午後7時から10日の午前11時までの間ということになります。9日の7時まではバイトしてたわけだからね。10日の午前11時より前、つまり司くんたちが旅行に行く前に死んでいた可能性が強いっていうわけだね。君もめでたく最有力容疑者の仲間入りというわけだ。めでたくないです。ではこれまでの検証結果を一度まとめておこう。犯人は9日の午後7時から10日の午前11時までの間に佐久間克美を殺害。その12時間から15時間後、死体が一番硬くなった時、現場の洋室の鴨居の棚に死体を置いた。そのまま犯人は現場を去る。その後、棚に引っかかっていた死体は徐々に柔らかくなっていってずり下がり、11日の午前2時ごろ、床の上に大きな音と共に落ちた。現場は13日の午後4時までそのままの状態だった。そして旅行から帰ってきた司くんたちが死体を発見したというわけだ。まさかあの物音がしたとき、現場では死体が落ちただけだったとは。克美さんが涼子の部屋にやってくるわけがなかったんですよね。すでに死んでずっと部屋の中にいたんですから。しかし犯人は一体いつ死体を棚の上に乗せたんだね。それによってアリバイがある人間とない人間がはっきりしてくるだろう。死体は具体的にいつから棚の上にあったのか、それは現場のドアの鍵について考えることでわかる。現場のドアの鍵？そういえばドアの鍵が開いていたとか開いていなかったとか証言に矛盾があったね。高橋涼子は旅行に行くとき部屋の鍵をかけていました。これは司くんが確認していたから間違いない。つまりこれ以降現場の棚の上に死体を置くためにはこの鍵を開けなくてはならない。では現場のドアの鍵が開いたのはいつだったのか。検証、現場のドアの鍵について。現場のドアの鍵について矛盾した証言をしているのは高橋涼子と花井和美の2人。花井和美は13日の午後4時ごろ、恋人の田所陽太郎のことで高橋涼子の部屋を訪ねた。その時高橋涼子はまだ旅行から帰っておらず、ドアには鍵がかかっていたという。その後5分もしないうちに高橋涼子は司くんたちと帰宅。その時に鍵がかかっていなかったと証言している。高橋涼子が帰宅するまでのわずかな時間に誰かが鍵を開けたとは考えにくい。どちらかが嘘をついていると思われるが、どちらの証言が嘘なのか、そこでこのひらめきが答えとなる。涼子は鍵がかかっていないと嘘をついた。高橋涼子が部屋の鍵を開けようとしたとき、赤社のこの記述を思い出してもらいたい。高橋涼子はドアノブを回して確かめる前に、
鍵を差し込んでカチャカチャ言わせている。これは何度か鍵を回したということだろう。この時に鍵を開けて鍵がかかっていなかったと嘘をついても誰にも気づかれなかったはずだ。確かに赤車には鍵を差し込む前にドアが開いたとは書いていないね。ドアの鍵はかかっていた？でもどうしてそんな嘘を？なぜそんな嘘をついたかはすぐに明らかになるだろう。考えるべきなのは、ドアは高橋涼子が旅行に出かけて帰ってくるまで開かなかったという点だ。ドアが開かなかったなら当然その間に死体が棚の上に置かれたはずがない。つまり死体が置かれたのは高橋涼子が旅行に出かける前ということだ。そんな、まさか。それなら涼子が気づくはずですよ。人間一人が棚の上に乗っていたら気づかない方がおかしいだろうね。それはそうでしょうね。それはそうでしょうねってどういうことですか、吉川さん。ではそろそろはっきりさせよう。犯人は誰なのか。検証、犯人は誰か、もう明白ですね。棚の上に死体がもしも旅行に行く前からあったら高橋涼子が気づかないわけがない。だけど実際にそんな証言はしていなかった。つまり高橋涼子が旅行に出発したのは10日の午前9時20分頃。鍵の一件からこの時間以降涼子の部屋には誰も出入りできなかった。犯人が死後硬直を利用して棚の上に死体を乗せたのはこの時間より前と考えられる。死後硬直を利用するには死体は死後12時間以上経っていなくてはならない。そうすると被害者は10日の午前9時20分の12時間前、9日の午後9時にはすでに殺されていたということになる。ところが9日の午後9時以降被害者と会っていたと証言した人物がいる。そうだね、8時過ぎにやってきて12時前ぐらいに帰ったよって言ってた人が一人だけいました。9日の夜8時頃から12時前まで被害者と会っていたと嘘をつき、10日の午前9時20分以前に死体を鴨居の棚に乗せることができ、そして13日午後4時旅行から帰宅して死体を発見することで完璧にアリバイができる人物。犯人は高橋涼子、彼女以外に考えられない。そういうことです。検証終了。検証終了。よかった、合ってたみたいだね。そんな、嘘ですよ。涼子が犯人だなんて。残念だが、これ以外に答えはない。でもおかしいです。だって、佐久間さんは涼子の部屋で死んでいたんです。自分の部屋で死体が見つかれば、涼子自身も疑われたかもしれないんですよ。わざわざそんな危険を犯すなんて考えにくいです。だけど、実際には彼女が疑われることはなかった。そうだろう。君も丸の内警部も一度たりとも彼女を疑うことはなかった。それは犯行現場を自室にした理由まではわからない。最初から自室で殺すつもりだったのか、たまたま自室で佐久間さんを殺してしまいその後で隠蔽方法を考えたのか、ともあれ彼女にはよくわかっていた。自室で死体が見つかることが自分にとってどれほど危険かということがね。だから彼女は自分が疑われないための強固なアリバイ作りをする必要があったんだ。一つ目は
韓国旅行に行く直前、君にこの部屋の中を見せ、そこに死体がないと思わせたこと。もう一つは、帰国した後、お茶をご馳走すると言って君たちを誘ったこと。その際、実際はかかっている鍵を開いていたように見せかけ、そして君と一緒に死体を発見した。これで自分が疑われることはなく、他の誰かが被害者を殺害したと思わせることができる。彼女のアリバイ作りに君は利用されたんだ。一度ならず二度までも。そんな。容疑者の範囲がなるべく限定されず、誰でも犯行が可能なように思わせたい。彼女がそう考えたのは当然だし、どうしても必要なことだったんだ。これ以上のことは何もわからない。納得できないなら現世に戻って調べ直してみたらいい。あとは君と警部に任せるよ。わかりました。お世話になりました。司ちゃんにとってはちょっと残念な結果ですね。友達が自分を利用して恋人を殺していた。ショックだよね。ちょっと気の毒ではあるな。友人が犯人だったなんて信じたくない結論だ。しかもアリバイ作りに利用されたとなると。そうですね。でもある意味、高橋涼子は彼女や小島達夫のことを信頼していたとも言えるかもしれません。彼らが自分を信じて疑わないからこそ、高橋涼子も彼らを信じることができた。肝心のアリバイ工作に他の誰でもなく彼らを利用したのはそういうことかもしれません。それはそれで何とも皮肉な友情だな。人間ってやつは信用という財産を時に悪用することもあるということか。しかし高橋涼子はどうして佐久間克美を殺害したんだろうね。さあ、そこまでは。どっちかの愛情が冷めたとか、些細なことで喧嘩したとか、暴力に耐えられなくなったとか、まあいろいろ考えられるが、その辺は本人から聞くことにするか。ではそろそろわしも失礼するよ。面倒な後始末が待っているかと思うと気が重いが、これも仕事だ。仕方がない。吉川君、捜査への協力感謝する。バイバーイ。明かりの消えた部屋でカン。またまた動画時間が長くなってしまいました。謎は26個あったんですね。もう出尽くしたかと思ってましたけど、あと2個足りなかったみたいです。ということで推理ランク AS でクリア。やったね。ボーナスシナリオ暴走ジュリエットが1章追加されました。クリアデータをセーブします。また彼女の事件だったな。つくづく不運な女の子なんだな。赤社は他にいくらでもあるはずだ。二度も彼女の事件を任せたのはどういうわけだ。たまたまだよ。俺に読み解けない赤社がたまたまこれだっただけだ。本当かな。なんか意図があってやってそうな気がしますね。それにしても奇妙じゃないか。昨日の今日で立て続けに彼女が関係する事件が起きるってのは。昨日の今日じゃない。前回の事件が終わってから今回の事件が起こるまでに半月ほど経っている。そうなんだ。お前の世界とこっちの世界では時間の進み方が違うんだよ。こっちじゃ1日でも、向こうじゃ半月だ。
こっちが1日で向こうが1ヶ月だったら計算が楽なんだけど、1日で半月なんだね。だとしても半月で2度も事件に巻き込まれたりはしないと思うけどな。そういう不運な人間もいるんだよ。でもよかっただろ、相手が見知った人間で仕事もやりやすかったんじゃないか。彼女たちが役立ってる気はあまりしないが、ここや赤社の説明が省けるだけマシか。同じ人間が何度も事件に巻き込まれることはあまりない。彼女にまつわる赤社はもう生まれては来ないだろう。そう願いたいね。でももし彼女とお前に何かの縁でもあれば、ひょっとするともう一回ぐらいはあるかもな。マジで？縁があればっていうのは、それは吉川さんが探している事件の赤社に関わるような縁なのか、それとも小指の赤い糸的な縁なのか、どっちでしょうか？あまり嬉しくない縁だ。縁は縁だよ。嬉しいも嬉しくないもない。殺人事件が取り持つ中ってのもなかなか面白いと思うがね。さて、次の物件を探すとするか。だから不動産屋さんみたいに言うなって。ところでお前、どんな女の子が好みだ？は？俺はショートヘアでジーンズの似合う女の子が大好きなんだ。本当に？木更津はショートヘアでよくジーンズデニム履いてますよ。お前は？まあ嫌いじゃないが。じゃあそういう女の子が出てくる物件を選ぼう。楽しみに待っててくれよな。ほう、それは楽しみですね。次回、可愛い女の子が登場する予定っていうことで。ということでクレジットですね。今回の本当に難しかった。今収録が深夜になっちゃってるんですけど、なぜかというと謎解き裏作業がすごく時間がかかったからなんです。もうほんとね、これ解けないんじゃないかってちょっと思ったんですけど、よかった解けて。推理力がない人がロジックを考えようとするとこんがらがりますね。偽物のひらめきもたくさんあって、はあ、でもよかった解けて。前回の事件よりも今回のやつの方が個人的には難しかったんで、もし次のやつがさらに難易度上がってたらちょっと失踪するかもしれません。頑張って更新停滞しないようにしたいなとは思うんですけど、本当の本当に積んだら解決への糸口っていうヒントがこのゲームには用意されているので、それ見るとランクが S からどんどん下がっていっちゃうんですけど、それを見ててもクリアするしかないかなとは思います。あとね、今回の事件は金銀銅のひらめきすべて集めることができましたので、銀のひらめきがボイスドラマ短編みたいなのがついてるんですけど、おまけみたいな、それを息抜きでちょっと聞いたりもしてました。動画時間が短かったらこのパートの後ろにそれをおまけでくっつけようかなって思ってたんですけど、こんなに長くなっちゃったのでつけれません、すいません。どんなストーリーだったかというと、吉川さんが前の事件の時に決め台詞、決めポーズないんですか探偵なのにっていうのを司ちゃんに言われてたと思うんですけど、あれを気にしてですね自分の決めポーズを考えていて、だけどいいのができなくって、考えたやつを見せるたびに司ちゃんと刑事にダメ出しをされるっていう短編でした。冬の女子寮で起こった殺人事件、殺害されたのは206号室の女子大生だった。右手人差し指を突き出すように死んでいた被害者、血で何かを書き残したようだが床の一部が切り取られ、何がまあ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 読めなかったです。切り取られたメッセージには一体何が。星降る女子寮にて。次回はこの事件かな。女子大生が出てくるんだ。
可愛い子ちゃんだといいですね、吉川さん的に。では今回はここで終わりにして、次回は星降る女子寮にてこちらをやっていきたいと思います。もしよかったらまた見てください。お疲れ様でした。